新南洋駅は山口県周南市清水2丁目にある西日本旅客鉄道日本貨物鉄道山陽本線の駅。島式ホーム1面2線の地上駅。駅舎とホームは湖泉橋で連絡している。緑の窓口があるが設置されている。2面3線のホームを持っていたが、現在の駅名に変更後に配線が変更され、単式ホーム1番乗り場は廃止され。 結番となった。その場所は、貨物列車用側線となっており、旅客ホームとしては使用されない。岩特線の列車が1日日本島駅まで乗り入れていた。本線北側に、一面のコンテナホーム、着発線二役方式を採用した1本の着発二役線1本の二役線その多数本の仕分け線留置線を有する。本線南側には、 貨車操車場が広がる。東駅南側に広がる、側線群の西端から南側に分岐し、東総株式会社南洋事業所へ至る、専用船がある。かつては、タンク車による化学薬品輸送が行われていたが、その後、タンクコンテナによる輸送となった。また、セメントもかつては取り扱っていた。この専用船は、2007年4月27日をもって、 運行休止となった。また、上記の東総専用線から分岐し、日本ポリウレタン工業株式会社南洋工場や、新越化学工業株式会社の工場へ至る、専用線や、東駅東側から分岐し、駅南東の徳山総田株式会社へ至る、専用線もあったが、いずれも廃止された。当駅の付属設備として、徳山総車場が存在していた。 1978年10月からはコンピューターを導入したリニアモーターカー式ハンプヤードとなる。1984年2月1日のヤード経由方式貨物輸送の廃止後も大竹駅豊富貨物駅間の複数駅でシャ使いが残ったことと宇部線や山口線方面への軽装貨車の存在などから 専用貨物列車の仕分け作業が複雑で、蘇生作業を代行できる、臨海鉄道も付近になかったことから機能が残され、使用休止は、シャー列車が減少した1996年10月31日のことであった。昭和60年版私有貨車番号表、トワイライトゾーンマニュアル13ネコパブリッシング、2004年、毎年8月には、 駅前のロータリーに大規模なステージを設け、そこを中心として、サンフェスタ新南洋が開かれる。2012年で、第38回を数え、来客8万人超。この夏祭りの最後に、英ー山公園から、多数の打ち上げ花火が上がり、夏の風物詩となっている。最寄り停留所は、新南洋駅前となる。 以下の路線が乗り入れ、傍聴交通により運行されている。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。JR 貨物5年の歩み P114、鉄道ピクトリアル2000年1月号、P36 セ時中船舶不足により、会場輸送が困難なため不設。国鉄より、C1298 の払い下げを受けた。 徳山総田70年史同票はるかに85ページ写真掲載。ありがとうございます。